All right, so Ayla's finally out and she is dumb OP. She is dumb OP. This is level one, okay? Keep in mind, this is level one. Why? Okay, let's check her basic attack like usual, where you don't walk. It's normal. Okay, not bad. Yep. Hey, Sora. What the fuck? Sora. She's so graceful, dude. Yep. Oh my god! Okay, let's just start. You can and hold. Where's the stack? Oh my god. What? Wait, excuse me? Is that the stack? Oh my god! Oh, so you need to like press it twice and then hold for the last one for skill. And then. Okay, so that's one. Oh jeez, what the f- Oh my, wait. Is this gonna be 10 attacks? Excuse me? Imagine if you have Rosaria, Fischl, and Eula. And maybe even Lisa's ult. Oh my god, that's so stupid. Oh my god. Eyokishi. Isogashii tokoro kite kurete. Kansha suru. Hisashiburi ne, Jin Dancho. Temijika ni hanasou. Kishidan kara kimi ni aru tokushu na nimmu o irai shitai. Okay. 状況が許せば、私も君とゆっくり話をしたいのだが、今はモンド城の安全を優先しなければならない。Okay, understandable. 実はここ最近、ローレンス家の人間がファデュイと深くつながっているとの報告を騎士団員からたくさん受けているんだ。ローレンスクラン？またファデュイかよ。でもローレンス家ってどんな奴らなんだ？過去のモンドには旧貴族によって支配されていた暗黒の時代があった。高等の王から取り戻した自由に再び枷がかけられ、それにより奴隷制度に拍車がかかったんだ。Honestly, even if I point it out, they will never fix it because it's a small detail that no one will ever really see anyway. But nice lighting, Mihoyo. 初代ダンディライオン騎士、バネッサ様が革命を起こし、旧貴族の支配を覆した。そしてセピロス騎士団を立ち上げ、今のモンドへと変わった。その渦中にあったローレンス家こそがモンドに苦しみを与えた旧貴族だ。Oh, wait. Is it in the first chapter? I think it is. I think it's them. Maybe. I forgot. あ、おいらわかったぞ。悪者の末裔がファデュイと一緒になってまた悪巧みをしてるんだな。今はまだ疑惑の段階だ。確かな証拠はない。今日君たちに来てもらったのはこの件を調査してもらいたいからなんだ。それは旧貴族と騎士団は過去敵対関係にあってな。騎士団は長い年月をかけて双方の軋轢を解消しようとしたんだが、貴族の末裔は未だ騎士団を敵視している。
私たちがどんな態度で彼らに接しようともいい結果にはならないだろう。過剰な反応を引き起こしてしまうだけだ。調査という名目で押し入ることは可能だが、もしこちらの早とちりであればまた彼らに不信感を募らせてしまうかもしれない。そうなれば今までの努力も水の泡となる。君は騎士団の中でも最も適任なんだ。その身分を強調する必要はない。君は遠くから旅をしてここへ来た旅人だ。この町の多数派ではない。であればそこからローレンス家のあの貴族と共通の話題を探すこともできるかもしれない。彼と友好な関係を築けばファデュイとの一件も探れるだろう。さすが神団長、隅々まで考えが行き届いてるな。そんなことないさ。ただ外交問題で蓄積してきた経験を生かしただけだ。そのローレンス家の人間はシューベルトという。最近はモンド北側の城壁付近をうろついているらしい。とっつきにくい性格のようだが、きちんと向き合って話せば問題ないだろう。協力感謝する。何か問題があればできる限りのサポートはさせてくれ。 OK。 The Spindrift shall never return to the sea。何してんだこいつ。私は甘く見ないで。誰だ貴様は。こんにちは、オイラたちは。こんにちは。どうしただと。私の聞き間違いか。軽々しく挨拶をしてくるなど軽薄で無礼であるぞ。I mean, I can say the same as to like why you're here standing in a corner. 私を知らないとは無知な外来者か。私はシューベルト・ローレンス、正真正銘貴族の末裔である。 Sure, buddy. Sure. 私に話しかけたいのなら言葉を選んだ方がいい。そのような程度の低い言葉は聞くに耐え。さあ、分かったらさっさと片膝をついて謝罪の言葉と自己紹介でもしたらどうなんだ。それが礼儀というものだろう。え、そんな礼儀聞いたことないぞ。皆がそれをわきまえていた時代はそのような礼儀作法など基本中の基本、常識だったのだ。貴族に対し無礼を働いた場合、少なくとも鞭打ちの刑に処されていた。それが今はどうだ。規則は廃れ、礼儀作法も忘れ去られた。腐敗しきって見るに耐えない。何、旧貴族の尊厳を疑っているのか。 I like the small camera play, Mihoyo, but it's kind of weird. 教えてやろう。ローレンス家は確かに没落したものの、我ら末裔は今もなお栄光を取り戻す機会を伺っている。周りの人間が規則に従わないからこそ、私が貴族の高貴さと礼儀作法を主張し続けなければならない。なぜなら生まれた時点で格が違うのだから。But the thing is, right, the thing is, you're still a mere mortal.Compared to a god, so... もういい。貴様の言動にはうんざりだ。凡人に話すことなどない。それに貴様に礼儀を教えてやる義理もないしな。 OK。 まだ大事な用事があるんだ。失礼する。はい。神団長からしたらあれがとっつきにくいで済むレベルなのか。まあ、とりあえず一旦戻って相談しよう。ナンバー。あ、栄誉騎士。まさかこんなところで会うなんて奇遇だね。私もちょうどこの辺りを偵察してたところなんだ。あれ、
その表情、なんか嫌なことでもあった？神団長から依頼を受けたんだけど、失敗したかもしれない。大丈夫、気にしないで。失敗なんてよくあることだよ。私だって毎回有力な情報を探せるわけじゃないし。だから元気出して。そうだ、私も手伝うよ。一体何が起きたの？神団長からシューベルト・ローレンスっていう人と友好関係を築いてくれって頼まれたんだけど、でもいざ会ってみたらすごく変わった性格をしてて、まともに話すら聞いてもらえなかったんだ。あ、私その人知ってるよ。きっと礼儀知らずって言われたんでしょう。私も何回も言われたよ。ローレンス家の人はそういうことにこだわるから。え、みんなそうなのか？貴族は貴族なりの矜持を持つべきだっていうのが彼らの考えだね。まあ言ってる意味はわかるけど、この時代を生きる人じゃないって感じがするかな。でも中にはそうじゃない人もいるんだよ。例えば私の友達のエウルアとか。おお、ホーリー、オッケー。友達？そう、彼女はローレンス家の人間だけど、同時に騎士団の第四小隊の隊長でもあるんだ。エウルアは特別なの。彼女は一族の人と違って自分の考えを持って行動をしてるから。言い換えれば、彼女は一族の規則をあまり気にしてないってことかな。あ、でも彼女もローレンス家の人間との付き合い方をちゃんと理解してるからね。会ってみれば私が言ったことがわかると思うよ。でもそのエウルアっていう人がローレンス家の人間なら、どうして神団長はエウルアじゃなくてオイラたちに頼んだんだろう？それは一言では説明できないかな。簡単に言うと、エウルアが騎士団に入ったことで一族からあまりよく見られてないみたい。彼らからしたらエウルアは敵に寝返った裏切り者なのかも。でも彼女は親しみやすい性格だから、困ってることを伝えたらきっとシューベルトさんと打ち解ける方法を教えてくれるはずだよ。確か朝暴風山地の方へ見回りに出たから、そこに行けば彼女に会えると思う。 That's an interesting place to be in。 おう、ありがとうアンバー。じゃあ早速彼女を探しに行こう。 You know, reading that sort of gives me the thought of like maybe there are other Mondstadt like knights that we don't know of yet, and they're still sort of like doing duties like she said, you know, like in the morning she's scoutingStormbear, I think. Stormbear Mountains. So it's a pretty cool thought, but I'm just interested, you know? 気をつけてね。私も偵察に行かなきゃ。まさか騎士団にそんな人がいたなんて。ローレンス家の礼儀作法を教わるなら、ローレンス家の人間を探すのが手っ取り早いだろうな。What's that? Oh, Fuddy.Paimon, talk. Please, before they aggro. Paimon! What? Is there a fire in this place? Is there a fire in this place? Let's go! Hello? ブン、くらえ。トン、短所鉄拳、ほれ。急ごう、くらえ。行くぞ、そこだ。影のカラス、立演。イエーイ。ほう。
Oh my god! 手際がいいわね。彼らは私が長いこと目をつけていた標的なのに。Okay, I was not expecting a CG this early in the story quest. 手柄を横取りにされた感じだわ。これが早い者勝ちというものかしら。まったく、この恨み覚えておくわ。Okay. Okay, Mihoyo. そうよ。ここの異変に気づいて急いで駆けつけてきたのに、君がファデュイを追い詰めてるんだもの。手柄を逃した上に、私が加勢していなかったら、全く無関係の人間になり下がってたところじゃない。I like her already. でも、怪我がなくてよかったわ。こんな大勢のファデュイと戦うのは大変だったでしょ。何言ってるかあんまわかんないけど、オイラたちのことは心配してくれてるんだよな。ありがとう。は？どうして憎むべき相手を心配しなきゃいけないの？でもさっき怪我がなくてよかったわって。あれはもし君たちが怪我をしていたら、手柄を横取りされただけじゃなく、私がモンド城まで君たちを運んであげなきゃいけなかったでしょ。そんなことまでさせられた日には、屈辱で君を敵として見ていたところよ。そういう意味だったのかよ。ええ、そうよ。やっぱりなんだかおかしいと思ったんだ。まあ話が通じないとまではいかないけど。初対面の人に対しておかしいだなんて、貴族どころか普通の人から見ても無礼だと思うけれど。それよりも、どうして私の名前を知っているの？その礼儀のことと関係してるんだ。こいつはセピロス騎士団の栄誉騎士で、オイラたちはシューベルト・ローレンスっていう貴族を調査してるんだけど。でもその人は礼儀にすごくうるさくて、全然話を聞いてくれないんだ。なるほど。あの人はそういう人なの。私の叔父よ。へえ。でも、どうして彼の調査を？なるほど。本当にいい度胸をしているのね。私の目の前で一族の悪口を言うなんて。また私の恨みを買いたいのかしら？違うぞ！神団長の依頼なんだ！それに、まだ容疑の段階だからな。モンド城の人々には、ローレンス家は悪者に見えるもの。そういう噂が出回ったっておかしくないわ。確かに。昔、残酷な支配者だったらしいから、評判もかなり悪いよな。君もそんな風に考えていたのね。その言葉、忘れないわよ。え？そっちが先に言ってきたのに？面白いわ。初対面の人に3回もこんな感情を抱くなんて。こんなに面白い人と会ったのは久しぶりよ。私を訪ねたのは、ローレンス家の礼儀作法を学んで、私の叔父と打ち解けるためよね。おう、アンバーの紹介で来たんだ。問題ないわ。今からでも教えてあげる。とりあえずモンド城へ戻りましょう。人がいるところの方が練習になるから。それとこれとは別よ。代理団長の依頼やアンバーの紹介なら私も無視はできないわ。 OK。 Whoa。 根には持ってるみたいだけど、怒ってはないみたいだし、なんだかよくわからないな。まあ、おかしい人には散々会ったことあるし、いっか。Well, that's one way of introducing a character. Eura might be rushed, but oh man. やっと来たわね。じゃあ早速、一つ目の礼儀作法の授業に入るわよ。待った！やっぱり確認しておかないと安心できない。まだそのことを言っているの？君たちって私以上に気にするタイプなのね。
安心して、恨みを覚えておくのとそれを返すのとはまた別よ。今はまだ復讐するような気分じゃないから。復讐も気分次第なのかよ。私は心の中に山ほどの恨みつらみを抱えているわ。復讐するにしてもしっかり順番通りにやっていかないと。君たちの番はいつになることやら。そんなにあるなら、オイラたちとのいざこざはなかったことにするのはどうだん？それはダメよ。考えが甘すぎるわ。私の手柄を横取りしたり、悪者扱いしたり、おじを疑ったり、どれも恨むには十分な理由だと思わない？ I like her. I like her. そんなに心配しないでちょうだい。少なくとも調査の一件では何もしないから。私はそこら辺に関する区切りはしっかりできているつもり。もしおじが何もやっていないのなら、調査をしても何の問題もない。逆にもし本当に何かをやっているのなら、罰を受けて当然。 Let me just keep it at this face for a bit. This smug face.I'm surprised that her eyes are typically brownish and also a bit purple. Like, usually main characters would have different eye colors, right? Well, I can't really say that she's a main character, but she's one of the, I guess, characters that is playable, so that should change and, like, count for something, right? これが私の考え。納得した？よし。じゃあ授業に戻るわね。貴族は2つの礼儀作法を重視するの。それが言葉遣いと所作よ。You know, I wasn't that into like thighs, but oh my god, it's just like, oh, mad, mad. まずは言葉遣いから。日常生活であろうとも、貴族は独特な話し方をするの。おお、その独特な言葉遣いなら、オイラもうできるぞ。All right, Paimon, let's go. Let's hear it. この恨み、覚えておくわ。はあ？全然違うわ。それにおかしい。お前の真似をしたんだぞ。しかも、おかしいって言っちゃダメって言ったのもお前だろ。まさか、お前って普段、一族の礼儀作法を守ってないのか？だって面倒じゃない。どれほど面倒かは、今からやるお手本を見たら分かってくれると思うわ。うん、そうね。友達と挨拶する時の場面をやるわね。親愛なる友よ。夜明けの朝露とともに、良い一日を。夜明けの、なんだ？これは朝、友達に会った時に使う言葉よ。それも身分が同じくらいの相手にね。Isn't that a bit too formal, though? 朝露とは珍しくないもの。つまり友情は価値で測るべきではないという意味よ。また互いの交友は淡き水のようにという意味も含まれているわ。もっと気をつけるべきなのは、この言葉を親友に言うと怒らせてしまうところね。へえ。え？でもさっき「親愛なる友」って言ってたような。確かに親愛なる友だけど、そうね、こう言ったらわかるかしら。この言葉はローレンス家では仲が良くも悪くもない友達に対して言う言葉なの。 OK。 貴族はメンツを重んずるもの。普通の友達に仲が良くも悪くもない友達と明言してしまうより、親愛なる友と言った方がメンツを保てるのよ。だから本当に仲のいい友達に親愛なる友なんて言葉を使ったら、わざと疎外感を出しているのかと勘違いされるわ。これはまだ第一歩よ。挨拶をした後が本番。ねえ、面倒。あ、ストップストップ、もう十分だから。誰か他の人を相手に貴族との交流のお手本を見せてくれよ。それは分かった。いいわよ、私についてきなさい。
適当に誰か見つけて話してみるわ。The sea lies in the way, dude. Okay, let's change the time. あんた、ローレンス家のエウルアだろ？なんか嫌な予感がするんだが。せわしき者よ、しばし立ち止まるがいい。高貴なるローレンス家から大切な話がある。厳粛にひざまずき、なんだっけ。そうだった。最上位の誠意をもってして、貴族の栄光を受け入れよ。Oh my god! 突然意味のわからないことを言い出して、何なんだ？待って、こういう状況になったとき、家訓ではどうしろってあったっけ？争いが起きたとき、一族の名声と尊厳を最優先すべき。そうそう、これだわ。うん。庶民としてモンドに生を賜ったこと、敬意を払うべきだが、いかにしてそのようなざれ事を？ローレンス家の人間は、みんな頭がおかしいのか？ローレンスが支配する時代はもう終わったんだ。何をしようと知ったことじゃない。どっか行ってくれ。だとしてもだ、何をしようと俺は関わり合いたくない。それと一つ忠告だ。モンドにいるのならローレンス家の人間にはあまり近づかない方がいい。他に用がないのなら俺はもう行く。このまま好き放題言われたら俺の堪忍袋の尾も切れそうだ。ちょっと待ってよ、もう覚えてなさい。ローレンスだからってそこまで言わなくても。大丈夫、大体予想はしてたから。他の人は当たってみましょう。I mean her example is just I mean I don't know dude. 憔悴するものよ、高貴なるローレンス家から大切な話がある。厳粛にひざまずき、最上位の誠意をもってして貴族の栄光を受け入れよ。あれ、どうして反応がないの？礼儀作法ではこれを言った後に相手が片膝をつけるのを待って、それから背筋を伸ばして見下ろしながら次の言葉を言うってあるのに。あ、そうだ、極力相手を見つめることはせず地位の差を強調するんだった。いけない、私ずっと見ていたわ。まあいいわ、面倒だし膝をつかなくても結構よ。このまま次の言葉を言うから、ここはまず無礼者を挟んだ方がいいかしら。Oh my god, dude. 俺に構うな、喧嘩でも売ってんのか。ほう、やんのかい。ローレンス家の人間に言うことは何もない。え、またそれか。そうね、どうやらこちらの言葉に耳を貸す気はないみたい。一人であれこれ言っても意味はないから他の人を探しましょう。でも私に無礼を働いたこと忘れないわ、覚えてなさい。キンクなるものよ。もうやめてくれ、さっきまでのも全部聞こえてたよ。無駄な時間を使わせないでくれ。俺もみんなと同じ意見だ、何も言うことはない。まったく、こんな雰囲気だってのにまだ気づかないのか。落ち着いて、悪気はないんだ。もちろん彼女がセピロス騎士なのは知ってる。騎士団も見誤ることはないだろう。しかし、ローレンスという名前だけは何があっても消えない傷なんだ。そのローレンスの末裔が今もなおモンドを支配し、旧貴族の制度を奪還しようと企んでいる。だ、そんな状況の中、一族の話し方を隠そうともせず見せつけるなんて、我々一般人を馬鹿にしているとしか思えない。君の言うことも、うん、一理あるわね。でも、このような扱いを受けたこと、忘れないから。なんだ、やるってのか。言っておくが、腕っぷしじゃ勝てなくても、
騎士団に報告することくらいはできるからな。すまない。でも彼女にもこっちの考えを理解してもらいたかったんだ。それとこれ以上不快な思いをしたくないなら、こんなことはさっさとやめた方がいい。そう、わかったわ。彼のことは放っておいていきましょう。はあ、大丈夫、いつものことよ。他を当たりましょう。おいおい、もう十分だぞ。ひとまずやめよう。Honestly, I'm already starting to forget why we started anyway. お手本を見せろとか言ったオイラが悪かったよ。みんながローレンス家の人間に対してそんな風に思ってたなんて知らなかったんだ。仕方ないのよ。有名な悪者だもの。3歳の子供だってあの話を知っているくらいなんだから、当たりがきついのも当然よ。心配しないで。普段はセピロス騎士として扱われているから、多少なりとも会話はできているわ。今日は貴族の話し方をしたからあんな反応になったんでしょ。私を信じて、本当に大丈夫だから。多少なりともって、普段も似たような態度を取られることあるのか。あんな態度良くないと思うけど。仕方ないの。過ちを犯した人はこうなるのが定め、罪人は罰せられるのがこの世の道理。でも大きな過ちを犯して償いきれない場合は、町と風には記憶があるの。償うべき罪は代々伝承していく。今は私の肩にかかっているというわけ。身をもって償った一族の先祖たちと比べたら、日常生活を送る資格がある私は十分満たされているわ。それなのにオイラたちにお手本を見せてくれたのか。そう言われるとそうね。このことはしっかり覚えておくわ。いつかまとめて清算させてもらうから。さ、これ以上の詮索はなしにしましょう。私が好きにやっていることだから。いやー、そう。でもさっきのやりとりじゃあまり勉強にはならなかったわね。結局また他の人を探さなきゃ。いいよ、こいつは頭がいい旅人なんだ。旅で遭遇した様々な仕掛けを解いてきたんだぞ。さっきので十分学べてるはずだ。そうだよな。本番の時にどうにかごまかせばいけるって。もうこれ以上エウルアを他の人と口論させるのはやめよう。なるほど、分かったのならいいわ。これで半分はもうマスターしたわね。言葉遣いに関しては貴族の美学に由来するもの、つまり感性によるものね。しかし所作に関しては何度も特訓することが必要不可欠。これに関しては効率のいい特訓方法があるから、ドラゴンスパインに行きましょう。 OK。寒い。貴族の特訓ってこんな過酷な環境の中でやるもんなのか。貴族の所作を学ぶためにはその中にある優雅さを身につける必要があるの。どんな劣悪な環境でもね。例えばここから先を見るととても険しい山道があるでしょ。もしきちんと教養のある貴族であれば、葉が体に触れることなく優雅にここを通ることができるわ。それはもう貴族じゃなくて経験豊富な冒険者だろう。True? でもこれなら貴族の言葉遣いを学ぶ時よりかはお前の経験が役に立つんじゃないか。オイラもそう思ったぞ。楽勝だな。自信があるみたいね。では始めましょう。優雅さを保つことに専念してね。吹き飛ばされたりするとみっともないから。Reach the objective without being launched or taking... We launched? What do you mean launched? Yeah.
ああ。下がれ。ほれ。トン。さあ、くらえ。あ。それじゃあダメね。ほころびが出ているわ。大丈夫。スタート地点に戻って、もう一度準備しましょう。Wait, I thought you needed to step on that. I did not know that. How the hell am I supposed to know that you shouldn't? You know what? Since we're here anyway.